はい、皆様どうも、マフロです。はい、それではマインクラフトね、第2回目、初心者のようちゃんに教えようやっていこうと思います。はい、じゃあ今回もようちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なんか虫入ってきたぞ。え虫さんちゃうねん。はい、今回からね、ちょっと、プレステ5から、PC の方に移行して、テクスチャーいいのを使っております。なので、画像が綺麗になっておりますね。はい、PC 版の統合版。なので、スイッチとも一緒にできます。絵だけ綺麗になった感じね。はい、そして、前回ね、狭い家を作ってくれたおかげで、大爆発を起こしてクリーパーに壁側にいたらクリーパーに大爆発を起こされてちょっと広い家に変えました。そこが取れなかったのちょっと残念だけどね。はい、そして、作業台木を切ってきて作業台作るとこまで教えたのかな。はい、今回はね、土まず取りましょう。土、うん、取ったよ。土、いや土じゃない、ごめん、石を取ろう。石大事なのよ。ちょっと石集めようね。落ちた待って。そして俺もう腹ペコになってきてるな。石、あ、この辺に石あるな。私もなってるで、腹ペコになってますよ、うん、まずちょっと石を何個か取ります。あれ、ツラハシ持ってねえじゃん。誰が？ようちゃん持ってないですよ。なんでやねん。ないです、そんなの。あったっけ、あの道具箱の中に。入ってないや。爆発したんだわ、一緒に多分。ああ、そうか。うん、じゃあちょっとツラハシ作るからね。ツラハシと剣も作っときますね。はい、ゾンビ来たらあかんからね。うん、ちょっとツルハシと剣入れとくから取って。どこに？道具箱。はい、もう入れたの？もう入れた。家はどこ？ちょっと迷ってんじゃねえ。ちょっと教えなきゃいけないんだから早く戻ってきて。どこ？これか。戻ってきたよ、うん、はい、この中これ開けて剣と、はい、おーすごいね。ツルハシを取って、はい、取りました。取りました。はい、はい、次ね、石6個集めたのでかまどを作ります。はい、ちょっと待って、ここで塞がないと。足りないわ。石、ちょっと石。何個ぐらいいんの？石持ってる？持ってない。持ってない。わあ、もう夜になってくるやん。急げ。持ってないな。どこ行った？どこ行った？じゃあもういて。すぐ戻るから、はい、うん、ちょっとかまどの材料だけ取りに来ただけだから、うん、やばい、腹ペコすぎて あの走れなくなってるね。へえ、そんなことになるんだ。はい、かまどね作ります。石が9個、この画面ね。はい、作ります。かまど、お前やかまどになってる、うん、はい、かまどで次食料の確保。なん、誰かやっつけちゃうんですか？はい、なんかピコピコ出るな。はい、
鳥がいますね。とりあえず鳥をやっつけて肉を確保しますか。本当は増やしてからの方がいいんだけどね。ちょっと今緊急でほぼ体力ない状態なので。逃げてる逃げてる。はい、これで肉ゲットしました。へえ。はい、ただ焼かなきゃいけないのでね。本当は石炭が欲しいんですけども。すごい、焼くんだ。石炭ないので、木の原木を使って燃料にします。原木なかったな。落ちた。何言うてんやん。落ちてもうた。はい、木はね、原木ですと、あれにできます、燃料に。あ、木の苗でもいけるんだっけ、これ。鳥、鳥、鳥、鳥。ちょっともう一匹。なんか、日が暮れてきてない？暮れてきてる。早く戻る。戻った。はい、ちょっと待ってね。もう行く。うん、入り口どこや？ちゃんとした入り口作りませんか？どんなやつがちゃんとしたのやつかがちょっと。はい、じゃあかまどに木をくべます。これでもいけたな、確か。苗木も燃料にすることができます。へー。で、肉焼きますね。焼いてる間はちょっと明るい。これでとりあえずの食料は確保できます。すごいね。あ、暗くなった、うん、あ、足りなくなってる。全すぐなくなっちゃうな、燃料。はい、こういうふうに原木はね、燃料にすることができますね。はい、これで焼き鳥2つ完成で、寝るで。全員、マルチの場合は全員寝れば、夜をスキップすることができます。はい、朝になりました。はい、じゃあ肉1個入れてるから。あ、違う、間違えた。あ、違う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 、ボタン間違えるよ。あ、違う、待て。もう統一してほしいわ。はい、入れた。食って。はい。焼き鳥やて。うん。とりあえずこれじゃ足りないからね。もっともっといるけど。じゃあおしっぱね。そしてちょっとそこから離れないと食えねえぞ。はいはい、食った。ああ、もうちょっと足りないね。足りないから。この辺の牛や豚を殺生しますか。馬は？馬はくれない、肉を。そうなんや。あれ、くれたっけな。じゃあやってみようか。羊も。馬さんやってみていいですか。やってみて。生きるために仕方がないです。ちょっと逃げた逃げた逃げたあ、すごい声で鳴かれました。これ皮が、皮が取れました。何この可愛いピンクの豚は。これ、それね、あの、生まれたばかりだから放っておいた。可愛いね。牛もいるわ。牛もちょっと買ってこよう。
この商人のやつをやったらえらいことになるんかな。商人強かったような気がするけど。商人の連れてる馬、うん、ロバ。ああ、多分怒ってくるんじゃない。怒ってくるんかな。試してみたくなるね。どうぞご自由に。じゃあ手に入れた肉どもを焼きます。はい。結構、ね。時間かかるけどね、これ。結構入れとくで。何を、はい、はい。肉。はい。まだ足りんわ。どこ行った？行った。皮をしまって肉をいただく。もう一個肉。調理した肉これやな。うん。はい、肉もまた入れたから、はい、いただきます。これで満タンになったでしょ。あ、満タンになった。もう一個入ってるから、それ持っとくの。うん、白い肉だよ今度は。焼き豚、へえ、うん。ポークチョップ。ちょっとリアルな感じ。ここね、あの天然の洞窟っぽいですね。ちょっとここ降りていってみましょうか。え、私に言ってる？うん。どこにいるんですか、あそこ？うん。ちょっと段差を作っていきましょう。あ、さっき私がちょっと落ちたところ、助けてって言った時は実はここに落ちておりました。落ちんでいいわ。ちょっと今階段状にしていってるからね、はい、うまく下がってきてちょうだいよ。下深そうやな、降りてきた、うん、そう、全然見えない。降りてきてない、もうちょっと私も掘っていってる。どこ？え？ちょっとずつ下がれるように。これ石炭ですね。はい、え、この石炭があれば、雲やん。ようちゃんかと思ったら雲だった。私は雲ではありません。で、こっからだと、こっからは明かりが必要だからね。持ってるの？そんなの。持ってないから、こういう時は、ここに作業台を作るんですよ。うん、ね。はい、で明かりを作ります。さっき取った石炭を、うんうん、2個を頭に置いて棒をここに置くと8本できました。明かり、へー、8本もできるんだ、すごいね。はい、これでちょっと明るくなりますよ。どうでしょう。うん、ちょっと明るくなりました。剣持っとこ、なんか怖いものが出てきそうです。深いね。
もう明かりがあんまないわ。石炭探さなきゃ。その辺石炭ない？何このね、ちょっと青っぽい石は何でしょう。どれ？このちょうどろうそくじゃなくて立ってるところ、ちょっと色が違うくない？飛ばしてみればわかるよ。なんだろう、玄武石だって。へえ、石炭じゃないから。石炭じゃない、石炭が欲しいんだけど。真っ暗でわかんねえなこれ、うん、どうしよう。ちょっと石炭がないとこの先はいけないな。恐ろしすぎる。石掘ったらどっかに出てこないかね。横に掘ろうか一回、ちょっと石炭出るまで。もうちょっと上で掘った方がいいかも。明るいところの方がいいで。 そんな暗いところで掘ったら余計暗いで、夜になってもすぐ戻れなくなるし。それは嫌です。うん、上行くで。戻ろう一回、とりあえず石炭取れるまで。戻ってきてる？うん、ちょっと上に上がれてる。暗いよ、マジで。あ、これ石炭か。うん、そこにありそう。あ、なんか雲みたいなのはいた気がした、気のせい。これ石炭だな。もう石炭いっぱいある、ここ。よし。ほんまや。このテクスチャーちょっと暗いな、下は。真っ暗だわ。ある？ない。石炭そこいらへんにしかなさそう。よいしょ。じゃあもっと石、松明作ります。いた。あ、ごめんごめん何してん。俺もう食料持ってないんだからな笑い事じゃねえんだよ食料ないんだから降りるで。また降りるの？今赤くなったで一瞬。うん、落ちた。そうか、暗すぎて見えねえな。あ、水だ。うん、水だね。ダメやん、これ以上下行けないやん。じゃあこれ以上は不可能です。戻りましょう。はい。こうやっていろんな材料を取っていくことによってどんどん進んでいけるようになります。ついてきてる？ちゃんと。うん、来てる来てる。暗いな。待って、登ってもっと。うわ、ようちゃんだと。顔近いよ。顔近いよ。何も見え。ちょっと迫ってくるね。と思ったら夜か。やばいなこれ。やばいな。県にも近いとこで。うん。いや、登れなくなってきたな。なんでなん、さっき降りてきてたのに。ちょっと石で、土で階段作っていこう。
わあ、むちゃくちゃ暗いやんけ。登ってこれてる？うん、登ってこれてる。戻るで。羊か。あれどこ？あ、はい、ゾウム来た、ゾウム来た。ここここここ。あ、そう、俺より先行ってんかい。あ、来て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 。爆発してんじゃんかよ。何な？何してん？私やっつけた。俺ゾウムにします。あ、もういっぱいいた、もうこれ死ぬな。ちょっと拠点が。嫌な音すんな。ヨウちゃんも死んだの？死んだよ。今もう生き返らんとこうと思って。生き返った生き返った。何も持ってへんやんか。持ってないよ。どうすんのこんな。私の剣取られてない？はい、すぐ死なされた。なあ、ゾンビが剣持ってるんだけど、土とか私の。うん。そう。取るのあれ。取るで。すごいね。すごいな。そう攻撃されてるじゃん。もう。俺は諦めんぞ。すごいな。この野郎。え、何も武器持ってへんやろ？持ってないよ。ちょ、もっちゃ増えてないか、敵が。増えてるよ。クモとゾンビ2匹。なんでなん？クモ2匹、ゾンビ2匹。すごいな。許さんぞこいつ。ちょっと雲また増えてきたじゃん。あ、ちゃんよちゃんかこれ。なんで俺に向かってくる。追いかけっこしたらいいな、ゾンビちゃんと。よし、ちょっとだいぶ減ってきたぞ、敵が。私がだって。あと、雲だけ。あ、じゃあ持ってた、持ってた。もう連れてくんだよ。頼むから。もう、めっちゃ逃げてる。やられた。わあ、またあいつ来てるやん。クリーパー。どう？ああ、私がせっかく心を込めて作ったお家やのに。守ってや。ボロボロ。ちょっと一回寝るぞ。もう、あ、見えてきた、家が。登る登る。まあ、真っ暗すぎて何も見えない。登られへん。何度か登って。ああ、死んだ。殺された。どうなってんのこれ。あ、ベッド。寝れる寝れる。死んだら寝れる。寝たね。ちょっと俺がまだ行ってない。はい、おいで、はい、おいで。あ、朝なったやん。朝なった。もう超悲惨やんか。すごいな。私の剣返して。あのゾンビ、私の剣持ってない。持ってるなあ、偉そうに。だから言うて。え、剣残らないの？残るよ。あったあるでしょ。うわぁ、なんで登れないの。えらいことなってくれたな、ほんま。すごいなぁ、こんなになるんや。どうするも、これ埋めるの大変やな。埋めるの大変やな、剣あったわ。どうするよ、これ。どうしましょう。もう埋めるしかないなぁ。
埋めないとしゃあないだろうこれ。うん、もういいや、この辺だけ埋めていこう。あ、もうなくなった。土なくなっちゃったよ。土、はい、あるやん。やハハ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 ハしかし恐ろしい爆発力だなあいつ。すごいね、こんなに深く行く。えぐられたな。はい、そんなこんな言ってるうちにもう26分になりましたんで、はい、そろそろ終了の時間でございます。この後も頑張って埋めます。はい、収録しておきます。はい、第2回目ね、悲惨なことになりましたけど、今回はここで終わっておこうと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ次回もよろしくお願いします。ではバイバイ。バイバイ。